はい、皆さんこんにちは、相川直輔です。はい、お正月皆さんいかがお過ごしでしたでしょうか。美味しいものたくさん食べましたでしょうかね。私はですね、女房子供が実家に帰っておりまして、1月8日まで一人っきりっていうパラダイスな生活を送っておりますですね。はい、あの別に誰からも気兼ねすることなく、好きな時に寝て好きな時に何かやってみたいな感じでね、やっちゃってます。まあ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 、一人っきりの正月もね、まあいいもんですわなということで、過ごしますけども、はい。じゃあ今日の内容なんですが、今日はですね、もうついにですね、あの関数を説明します。あの関数だったら皆さんお分かりですか。私が最も嫌いな関数、そうこいつです。はい、VLOOKUP。 まああの VLOOKUP っていうのは何ですかね、あのExcelをこう始めて、なんかやっと関数をね、こう使えるようになったかなみたいな感じの、感じれる関数なんじゃないですかね。ところがですね、あの関数は現場では絶対に使いません。っていうか、もう使ってる時代でもう僕嫌ですね。そのファイルを触るのが。ああ、もうめんどくせえと思って。その、まあ、説明もおいおいしていきますけどね。ただし、あの VLOOKUP っていうのは、一手間加えることなんですよ。一手間加えることで、めちゃくちゃ、使える関数になるんですね。ただその一手間を加えるんだったらですよ、あの何回も言いますが、インデックスとマッチ関数を組み合わせた方が全然楽です。楽ですけど、まあ VLOOKUP を説明するということで、今日は、何が主役かっていうと、まあカウント A さんが主役なんですね。カウント A オフセット、これはもうありとあらゆる状況で、要はその何でもそうなんですけど、カウント A もカウント A もカウント IF もカウント IF、サム IF、それから全部言ってきたものっていうのは、あの一定の範囲内、こういう範囲内の中でものをやるんですけど、この範囲内っていうのは絶対に変わるんです。業務をやっていけばね絶対変わるんです。でその変わるのをオフセットとカウント A で可変にする、つまり範囲を変えるっていうことにすることによって、便利なものになる。特に VLOOKUP なんてのはそうです。VLOOKUP にカウント A を、混ぜる、ね。よく、皆さんどうなんですかね、お正月で、あのお正月にはレバーを食べるっていうのもあんまないと思うんですけど、レバーっていうのは好き嫌いの激しい食材じゃないですか。あの僕もなんか若い時はね、あのなんかこのね、もそっていう、あの食感がもう嫌だったんですけど、なんかあの、全国チェーンなんですかどうかは分かんないですけど、あの串取りっていうところでですね、鶏レバーっていうのがありまして、鶏レバーうまいなと思って、鶏レバー食えるようになったら豚レバーも食べれるようになったっていうね、あの感触がまあ嫌なんですけど、レバーを料理するには、料理人の間では何と言ってるかっていうと、悪女の厚化粧というらしいです。悪女の厚化粧、女性の方々すいません、あの本当に女性の視聴者がですね少ないのにですね、こんなこと言ってしまったらまた視聴者が下がるんじゃないかっていうふうに思いますけど、悪女の厚化粧なんです。独特 の、 あの食感や匂いを消すために、厚化粧をすることによって、あの美味しく食べれるというのが VLOOKUP レバーだそうです。VLOOKUP も一手間、加えることによって、こんなに便利になるんだということを皆さんにお見せしたいというふうに思います。はい、それでは決め台詞、新年一発目の、決め台詞になります。皆さん一緒にお願いいたします。あなたのハートにアクセスしたい。はい、じゃあパソコンの画面いきたいと思います。パソコンの画面なんですけど、ですね、私のパソコンは、Excel の2016に変わりましたので、ご承知おきをください。はい、じゃあいきます。今、私の、2019ダウンロードの方から落としていただきますと、あの今までのこうずっと50件ぐらい並んでたのはもう全然あの今年から新しくしますので、2019ダウンロードというところに行ってください。そうしますとですね、VLOOK のファイルダウンロードできるんですけど、まあ、ゾフィーとかウルトラマンとかウルトラマンジャックとかここにずっと並んでますよと。で、ここの番号をいじくると、はい、7番に対応したものはウルトラマンレゴ、まあ、切りもみキックっていう風になってます。これウェキペディアから参照してますので多分当たってると思います。まあ、ウルトラマンレゴは切れもみキックしたちょっと記憶はないんですけど、で5番だったら、ウルトラマンエースメタリウム光線という風に名前と必殺技がそれぞれ出てくるようになっていますと。じゃあですね、そこの中でVLOOKUP っていうパワポの資料を開いてみてください。はい、でスライドショーでいきます。はいと、
はい、そうすると VLOOKUP アップの関数の仕組みっていうのはこういうふうになってますよと。ですね、ちょっと色も使いましょうかね。2019年からは、はい、ちょっとこの色でいきます。まず、ここ、あ、すげえ変なちょっと。ここ12番っていうのがあったら、この紫色の枠のこの、この12番、この12番を探しに行くんです。そこがあの上のところに書いてある VLOOKUP K7、つまり K7 が12になってますので、12を、ここの紫色の範囲、つまり、B の7から D の19までまず探しなさいと。で、これを探すんです。探したら12にあったもの、の、左側の、列、この仮面ライダー、ここで、こうですね、これを、表示するというものがなります。で、カンマ0は完全一致なので、12と12が完全に一致したものの左側のものを返しなさい、まあ、値を、返しなさいというふうになってます。はい。じゃあですね、次いきます。で、普通の VLOOKUP っていうのは、まあ、あ、そうだ、うん、こんな式になってます。まあ、今ここちょっと J の1になってるんですけれど、ここですね、ここ本当は、サンプルファイル上では K の7になってます。K の7になって、ここが範囲で、位置を返すもの。で、これが完全一致かどうかということになってますので、ただ、ここの部分ですね、この部分。おまん下手くそだなポイントは、まあいいですわ。ここの部分を可変にしたい場合には、ここを変えるんですね。よろしいでしょうか。A の1の、から、C の13までを、ここを普通は範囲を指定してるんですけど、ここが文字のある限り、つまり、カウント A を仕込むことによって、値がどん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 続くまでやっていくというふう、検索してくれるというふうになります。はい。で、ちょっとね、次行ってみます。あ、このファイルね、カウント A をいっぱい仕込んでまして、プルダウンも、これもですね、3本目の動画ですか、連動プルダウンの作り方ということで紹介させていただいたんですが、ここのプルダウンも連動式のものを仕込んでます。皆さんが知ってるプルダウンっていうのは、値が増えると範囲を指定し直さなければならないですけど、指定し直さなければならないと思うんですけど、このやり方を知っていれば、プルダウンは値が増えても何をしても、いちいち範囲の設定をし直しをする必要がないということになります。はい。どうやるんだろう。あ、終わってくれましたね。はい。ということで、これが説明になってます。じゃあ実際にファイルで見ていきましょう。普通の VLOOKUP っていうのはこういうふうにします。表示したいところにセルを合わせまして、数式、で関数の挿入で、ないですかね。ないですね、最近使った関数では。じゃあ、すべての関数を表示で、V なので下の方ですね。VLOOKUP、開きますとこんな感じが出てきます。検索値はなんじゃらほい、検索値はこの5番です。ここは絶対参照にしましょう。はい。で、範囲はどこなのっていうと、ここの中から探してねと。で、ここもずれちゃいけないので絶対参照にします。はい。これで列番号はっていうと、この ID の横なので ID を含めてカウントします。 ID が1、名前が2なので、ここが2番と。これで、完全一致かどうかを聞いてきますので、完全一致の場合はこれは0、近似値の場合は 1, マイナ、1を入れますね。はい。そうするとウルトラマンエースというふうに出てきますということですね。ちゃんと変わるんでしょうかっていうと、多分変わります。多分って言ったら怒られますね。2番だったらちゃんとウルトラマンスペシウム光線というふうに変わりますと。はい。で、これが VLOOKUP の使い方でして、じゃあ、ここのところにどういう式が仕込んであるのかっていうと、皆さん見えますかね、VLOOKUP、ここの J の1を指定してます。J、J の1。よいしょ。はい。ちょっと、
レージを大きくしましょうかね。はい、こんな感じになってます。J の1で J の1は、これは ID 番号になってます。でオフセット A の2、ここからですね、ここを基準のセルトを測っております。ここの基準をセルトを測ってまして、00でカウント A、 要はここが、高さの部分ですね。この高さの部分になってまして、マイナス1、つまり、ここから、なんていうんですかね、 ID と名前は関係ないのでマイナス1を引きまして、セルが、3幅ということですね。3幅っていうのはこういう意味ですね。こういう意味でここに VLOOKUP を、VLOOKUP とカウント A のものを仕込んでいます。ここはただの VLOOKUP でちょっと削除しますけどね。はい、で、じゃあ、ここの関数の真骨頂は 何かっていうと、例えばここに13と入れます。はい、でここに何を入れるか、セーラームーンで、必殺技、お仕置きにしましょうか。お仕置きにするとどうなるかっていうと、ここが、13番までが自動に増えてます。はい、でセーラームーンお仕置きというふうに増えます。じゃあ14番目、今まで皆さんここね、はい、13までしかないですよね。でもここ14に入れます。はい、14入れると何が出てくるかっていうと、何にしましょうか。マジンガー Z にしましょうか。マジンガーだけでいいですね。ロケット。パンチと。はい、しますと、ここに14番が増えて、はい、14番が増えて、マジンガー、ロケットパンチというふうになります。こうしておくことによって、VLOOKUP はもう範囲を二度と指定し直さなくてもいいという、メリットがすごい出てきますので、大変使える技になってます。ところがですね、じゃあ皆さん、これね、どの基本書でも、書いてあるんです。カウントイフもサムイフも。でもこんな使い方は絶対にしません。だってそうでしょう。14番のところって何言ったら、マジンガー Z ってわざわざ VLOOK を使うよりもメケンでやった方が早いに決まってます。営業用のね、技で、こう書くのかもしれませんけど、じゃあ実際に皆さんが現場に行って、じゃあこんなことするかって絶対しないです。前動画で言ったかもしれないですけど、14番のものを探そうと思ったら、ここに14ってあって剥がしとか絶対早いです。はい、じゃあ、VLOOKUP とかインディックスとマッチ関数っていうのはどういう場合に使うかっていうと、要はちょっと、お見せします。こうしましょう。で同じものをここに貼ったとします。で14番だけが、ないとします。はい、そうするとですね、ここの表にはあるけどこっちの表にないものは何だっていうふうに、普通はこれで値をぶつけるっていうの、これね、うちの会社のね、なんか言い回しなんですけど、ぶつけるって探すのが、一般的です。じゃあちょっとやってみましょう。はい、じゃあ、ごめんなさい、挿入をいきます。数式かで、関数の挿入で、最近使った関数で出てくるはず。はい、 VLOOKUP 出ました。はい、 VLOOKUP 検索値は何なのか。検索値はここです。はい、でこの、列ずれちゃいけないので、中間参照ですか、します。で範囲どこって言ったら、ここ、はい、これ B、B の2でいい、まあいいか。で列番号が2、あ、消えちゃった。ちょっともう一回やります。すいません、失礼しました。VLOOK の、VLOOKUP の範囲が、まあ1にしましょうか。 ID になってるんで。で列番号が、あ、ここ、表意と。はい、で0、はい、とゾフィーと出てきます。でここで、
オールドフィールドでザッとすると、ここのマジンガー Z だけが値が返ってきません。なんでかっていうと、ここはもう13番しかなくてマジンガー Z がないからです。マジンガー Z がないということは、例えばこれが今日吐き出した、CSV ファイルとしましょう。顧客情報かなんかが書いてあるね。でこれが昨日書いてある、CSV ファイルとしましょう。そうするとここの値とここの値は1個ずれてるわけですよね。そうするとなんかね、偉そうな上司が来て、ここのね、マジンガーさんはどうなってるんだ、調べなさいだなんて言って、ここのなんか顧客 ID とか契約番号とかで調べるのが一般的な使い方になってると思います。じゃあ、そのテーブルの不一致を探すにはどうしたらいいかって言ったら、これはもうなんか、Excel を使うよりはアクセスを使った方がいいんじゃねえの。だからここに主キーっていう ID を使ってパッとやった方がいいんじゃないのっていうのが、応用技に僕はなってくると思うんですね。はい。なので VLOOK っていうのは僕はほとんどこんな感じで使うと思います。なんていうんですかね、一つの表でこれを使うことは絶対ないです。 VLOOKUP もインディックスもマッチ関数にしてもですね、請求書を作る場合に例えば、ゾフィー、まあ、これ例えば10円にしましょうか。10円とかね、連続データにしまして、10円とか、まあ、ウルトラマンが11円、セブンが12円とかっていうんだったら、どっかの請求書でゾフィーっていうと、請求金額が10円で出てくるとか、こんな感じで使うので、この同一のシートで使うことってまずないですね。まずないです。で、まあ、VLOOKUP っていうのはこういう関数なんですが、範囲が広まったり、こうね、列がずれちゃったりするとエラーが起きてしまうっていう非常に不便な関数なんです。ただ列がずれるのはどうしようもないけど、この幅が増える分に関してはカウントウェイとオフセットで何とかできるという内容になっております。はい、それではパソコンの画面はこの程度ここで終わりたいと思います。はい、いかがでしたでしょうか。 VLOOKUP 関数、さほど難しい関数ではないです。ソロ版の9で言ったら、多分3級か4級ぐらいですかね。ソロ版3級って今履歴書に書けるんでしょうかね。私は多分書けないんじゃないかなっていうふうに思ってます。VLOOKUP をこんなにこき下ろしてるのはですね、本当に不便だからなんですね。で皆さんが覚えてほしいのは、もう絶対にインデックスとマッチ関数、これを覚えてください。これは本当に便利です。そして皆さんがね、前回の動画でも言いましたけど、関数を組み合わせる、 A という関数と B という関数を組み合わせる、あるものを使うんじゃなくて、これとこれを組み合わせていいものを作るっていうことをぜひとも覚えてください。それは、今年、前回の動画で言いました Excel に関しては一つの関数ではなくて、関数を組み合わせてやっていくんだっていうことを皆さんにご紹介をしていきたいというふうに思います。近々ですね、アクセスの、検索フォームの作り方一から説明していきたいと思いますので、こうご期待をください。はい、それでは今日はこの辺にしたいと思います。最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございました。はい、ご興味のある方は質問等、ぜひぜひ、書き込んでください。高評価チャンネル登録などしていただければ、コメントもあれば、勝手に、バカですので私モチベーション上がるので、頑張っていきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。はい、それでは今日はこの辺で失礼します。さよなら。